こんにちは、サイサチャンネルアンナとハルカとアキとカズです。二人死んだのニュースね。はい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 、今それはその理由はね、アナは送りました。私に送って送りました。だから私は間違えた私は間違えたじゃないですけどね。噂で私は言ってたんですけど。そうそう、じゃあ誰に行くよ。もう女の子はもう新しい彼氏いるから。そう、これでもいとこ同士かなんかだったってやつだよね。22歳の男の子と24歳の女の子の、はいはい、その2人は今ね、警察から着した時、その死んだの女性の妹、いとこの妹は答える時は、その二人は本当はいとこじゃないんだよ。多分ね。いとこじゃなかったんだ。うん、はい、彼氏と彼女の二人みたい。はい。一緒に暮らしてるみたい、二人はね。でも周りの人たちはもう十分ね。何回も考えするのは多い。いつも考えしてるの、声夜だと聞こえるとか言ってるから。その二人は死んだのはね、その二人は自分で殺したの、自殺したのかな。そういうふうにで言ってた。あれ鍵もね、外じゃなくて中から鍵は閉まってるから、誰も入れないの意味ね。あとで手紙も書いてるのは2個あるね。なんか読めないですけど。あとでナイフはね、ミスだよ。怖い。え？都打中了呢。怖い。そんなに恋人欲しくない。怖い。本当怖い。そのナイフはね、自分のキッチンの使ってるのナイフね。キッチンの中使ってるのナイフ。はい。怖いニュースじゃ。危ない。怖い。はい。うわあ。めっちゃ血まみれやん。よう、こんなにニュース流すな。はい、食べたくない。真っ赤っかやもん。真っ赤かですね。ホラーとかは好きだけど、こういうリアルなやつあんまり好きじゃないんだよな。私ね、映画を見ない。ああいうふうに映画。映画だけにしてほしいな。こういう彼氏は嫌だね。そう。あっち次へ行くわ。私はね、欲しい、彼氏欲しいですけど、結婚するときもね、そういう人はダメ、怖い、子供頃からね。嫌だね。お母さん、お父さん、考えするとき、私怖い。ちゃんと、付き合う前に言わなきゃダメだよ。殺さないでくださいね。殺さないで、社長。好きじゃないの、前に。そういう人を探そう。そうじゃないか。他の人だと怒るときは女性に殺すかもしれない。自分にはしないんでしょ。逃げるとか捕まれて。でも今自分でもそういうふうにやるから自殺する。前、2年前、3年前に夢いました。女の子は。女の彼女は彼氏にやってること。普通はね、普通って言うとあれだけど、その誰かを殺して自分は死なないでね。はい、っていうのはあるけど、そう二人とも死ぬっていうのはね。はい、あれ男たちはあれ告白するでしょ、女性に。婚約？女性は告白？告白するでしょ。でも断るでしょ、女性から。あ、うん、そうだね。だからそれから男は恥ずかしいとか、もう怒るとか時はね、ナイフで顔をね、死ぬまでじゃなくて顔を切るとか、あす顔はなくなるね、なくなるとか。肉はね、全部。そういうのもあったの。それ昔いっぱい、まあ、それもメンタリーだから。いっぱいありますよ。私のフェイスブックアカウントあんまりやってるから、この女の子、彼女の家に行って、もう顔エステエステってやってました。そうなの。嫌いからもうやるもあるね。女性は女性を嫌いからやるもあります。恨み、はい、とか嫌いとか。ああ怖いよ。危ない。面白くないですね。そんな簡単に酸、アシッドで手に入るの。買うことできるね。はい、簡単かな。簡単です。よくないな。田舎にはバッテリーとか、前は昔は使うね。その中入れるだって汗は。
二人はそういうことせんでくれな。いや、私怖い。私殺すのはか。かは許さない。許さない。かは許さない。まあ、そうやってね、簡単に人傷つけたりね、命奪ったりしないようにね、あの、してほしいですね。はい。昨日のニュースはそれもちょっと悲しい。悲しいニュース。なんでずっと悲しい悲しいダメ。まあまあいいですよ。はい。 これは何のニュース？ポンジチャンネル？ポンジチャンのご飯を待ってるの人たち。これ何？ポンジチャンから？ポンジチャンからドネーションを待ってるの人たち、ね、毎朝。え、これ何？みんなご飯食べられないから？はい、そういうみたいです。ポンジチャンで待ってるんだ、これ。200人ぐらいあります。そんなに？はい。それどこ？あれ、境内、境名古屋。え、なんぞは家族は100家族で人だと200人ぐらい。 で、ポンジャオの名前はミャッセンジャーいうかな。ミャッセンジャーのパラ、センジャーのパラのミャッセンジャー。ミャッセンジャー。ミャッセンジャーで。朝10時から12時に待ってるね。だから、今から、これから、その人たちいるの場所まで行って、ドネスするから、人は集まってくる。集まってしまう。この人たちは仕事がないから食べられないの？はい、そうです。 ご飯食べられないから。ああ。いいニュース、あるから。いや、いいニュース、ある。はい。でも、まだできてないです。病院の準備。病院の準備？どこにできるの？ダウンドコン。ダウンドコン。そう、近いね。はい。だから、嬉しい。すごいね。何人ぐらい？社長、ゲティンチャオヤは何？ベッドが600。だから、ベッド600。600。できる。 何人たちのプログラム？ドネーション？ドネーション？はい。多分ただみたいね。はい。あれがウィーラブヤングがやってるのか。これから作る。あ、これから作るんだ。いつできるとか書いてある？完成の予定は。ここまでは書いてないから。そこはまだ書いてない。場所は今決まったみたいね。その場所に作ります。とか、決まりました。で、これが完成予定図なんだ。こういう風なの。 はい、そうです。この写真で綺麗だね。綺麗。写真はね。はい。写真はね。早いね。社長、あれ見た？前ニュースに綺麗な駅。ミャンマーもあるわ。これから綺麗な駅。できるね、これからね。ピュー駅。あれ、みんなはね、あれ、日本の駅とか、みんな丈夫ね、綺麗から。いい宿だと、日本とか、韓国とか、みんなは言うでしょ？いい宿だと綺麗だと。確かに。 そうですか。いいね。日本人は優しいね。シアンカムからマンダレイ島、マンダレイ島がいろいろな場所がはい。頑張っとるな。日本人かな。私たちの田舎にもありますよ。あ、そうだよね。なんかね、田舎に行くといろんなところで昔いた日本人の名残があるからね。よくあのウェルカムって言われてたよ。ウェルカム、ウェルカムってみんなやっぱ昔いろんな人に助けられて助けてってしてたから。そうですね。 日本人はいいイメージあるからね、ママには。助けてるの神様みたいだよ。そうなんだ、そんなに。じゃあ僕らもちゃんと気をつけないとな。これから先の人たちがね、日本人は嫌だって言われないようにしないと。いいイメージだよ、日本人は。日本はね、壊さないようにしないとな。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価をもっと聞きたいんだって思ったらチャンネル登録をお願いします。それではアンナとアルカとカズでした。バイバイ。